はい、タンタンです。セイレンウクレレですね、入会いたしましたのでご紹介いたします。こちらがコンサートサイズになります。キルテッドサペリマホガニですね、を使用したコンサートウクレレ、セイレンの SLC147 コンサートウクレレでございます。こちら、まずちょっと弾きましょうか。明るめの抜けがいいですね。すごくコロコロしてて気持ちいい感じ。飛ぶような、感じですね。こちら、木目見ての通り非常に、細かにこう木が出ている、一本でございます。こんな感じになっておりまして、こちらはマホガニーなんですけど稀に、出る、というかかなり珍しい、サペリマホガニーなんですね。ここまで木が出ている、こんな感じの木目っていうのも非常に、数少ないのかなと思います。これもセイレンのホームページの方にはもう載せていただいてるんですけど、数年前だっけな、6、7年前にハワイで仕入れた記憶があると、記憶ですけどね、記憶があるっていうことで、その材がかなりこんだけすごいものなのでもったいないので取っておいた貴重材を今回使ったということなんですね。っていうのも通常であれば錦糸町で毎年行われているハンド、クラフトショーですね、そちらの方に出品する、商品でしたけど、まあ、この状況で中止になってしまって、うちも出るつもりだったんですけど中止になってしまいまして、こんな感じでリモートでいろいろやっているような状態で、セイレンさんの方にもこの間日曜日の日に、ライブでちょっとこう商品の紹介をしてくれた中の一本なんですね。でこのモデルかなり目を自分の方惹かれてしまいまして、もう一本ソプラノとこの、マホガニーの2本を仕入れさせていただくような形でお願いをさせていただいたという状況でございます。かなり人気があったみたいで、ぜひなんとかお願いしますということで、セイレンさんの方もうち、に出していただいたという商品でございますので、もう本当に、こちらの1本と、ソプラノのオフセットサウンドホールの、ソプラノですね、ハワイアンコアのタイプの2本を、ご紹介できるということで嬉しくて、すぐに、先ほど入荷したんですけど早速、動画の方と写真撮っておりますので、ぜひ、写真の方も見比べながらね、こんな感じで、
このウクレレいいなって思った方はぜひお問い合わせいただければと思います。個体自体非常に軽くて抜けがすごくこう、なんて言うんだろう、マホガニーなんでもともと柔らかい感じの音色なんですけど、そこに箱の音が非常にこう軽く抜けないで、しっかりとこう楽器の音になって前に出してくれる、ちょっと重厚感が増すような形の印象が、個人的には強いです。まあかなりバシッと弾けばもっとなるんでしょうけど、販売前の商品なんで親指で軽く傷つけないように弾くだけにいつもしてるので、たくさん弾いてあげたらもっとこう角のエッジが取れていい音になってくれるんだろうなっていう音はもう十分伝わってもらえるんじゃないかなと思います。そういうわけでですね、こちらセイレンウクレレですね、SLC147 コンサートサイズのキルテッドサペリマホガニー、ということでございます。こちらは、あとですね、バインディングワセッタ、フィンガーボードの方がマッカーサイボニー使ってるのが結構こうクッとこう締まった感じ、エボニーなので縛った感じが特徴かなと思います。それでは、こちら販売の方開始いたしますので、何卒早いお問い合わせが必要かと思う商品だと思います。ぜひよろしくお願いします。タンタンでした。バイバイ。